ゴモジョシとまるロリコを探そう敗戦の旅。はい、こんにちは、ブルコースです。やっていきましょうか。前回ね、Eさんが無事にね、あの目の手術をね、眼科手術を終えてね、もうレーシックと ICL と緑内障と白内障とね、斜視とね、ありとあらゆるね病気をね治したEさんがなんと連れ去られてしまいましたで、今回はねちょっとそれを救出しに行きましょうということで、まあ、ミアの冒険が始まりました。パチ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 。で、どこ進んでったのかな。こっちは行けるのか。OK。エド・カーライル。カーライル。いきなり出てきて、こんにちは。あ、バケバケバー。何かから隠れてたって。それ何かから隠れてたって、それは決まってんでしょうよ。ね。いや、もう。やっぱりあれだよな、あの大きい仕事が成功した後にはさ、あのちょっとはしゃいじゃってさ、酔いつぶれるおっさんが出てくるっていうのはこういうことなんだよな。 She's inside me。 彼女が俺の中に入ってくる。だって違う、逆逆、あなたが女の子の中に入っていくんだよね。す、上、ちょっと待って、今日ダメだ。あ、ダメかもしれない。うさあ、そうそう、このロリッコをね追いかけていくっていうのがね、うん、そう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 。あ、意外と足しっかりしてんな。だって8歳の女の子って設定じゃなかったっけ。8歳の割には細いというよりはしっかりがっちりしてるんで、しかし中学生の体型に近いような気もするけど、ふわーって。ちょっと待って、すごい、こっちみんな、こっちみんなし、さあ走っていこう。さあ、こっからが結構怖いんですよ。武器がない状態なのにね、次から次へとモールデッドやリッパーやね、あのカニバサミ野郎とかいっぱい出てくるんでね、そいつらにちょっと引っかからないように注意していかなきゃいけないっていう恐怖があるんだそうな。さあ、登って登って登った、登った、なんか寝てるやつがおる。いろんなところで、ありとあらゆるところで酔っ払って寝てますね。それよろしくないと思いますよ。家族になれ。あ、まだいる、見えるよ。え、え、一体何を言ってるの。右足どうなってんの。スカートは右と左の長さが違う、それとも足が貫通してた。お、待つのは嫌なの。そうか、待ちすぎた結果ババアになっちまったんだもんな。どっかで武器を拾わなくちゃいけないんだけど、ハーブー、何もない、魔法使い、ハーブー、ハーブ、ハーブ、ハーブちゃん、なんかいるちゃん。こっちから行こうか。あ、そか、で、こう、おー、まだいるね。じゃあこっちに入って、そうだ、こんな中からなんか、そう、拾わなきゃいけないんだけど、ガッシャン出てくる、痛い。それで逃げる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 、やつが迫ってくる。ガチョコガチョコ、何もない。はい、開けて、ここ閉めて。そう、あのね、攻撃力が高いくせにね、こいつね、なんかあの、あれなんですわ、結構ね、知能は低いんだよね。自分でドアを開けるっていうことができないからさ、なんか歩いてんだよな。うん、四つん這い。四つん這いっていう言葉の響きってなんかエロいよね。あ、やばい、くる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 、来ない。ああ、いなくなった。さてと、あ、ここにセーブポイントあったんだ、しまったな。じゃあここまで進んでからセーブ買っちゃう。銃を持たせた私は怖いわよ。まあ、そんな話はどうでもよくて、慎重に慎重に。いる？いない？いる？いない？あれ、これどっか、どこ進んでったらいいんだろうな。あのエレベーター進んでいくとか、ちょっと待って、現れてんじゃん。待って待って待って、あれ、一瞬で消えた。ちょっと待って、また行ったら現れてくるとか、そういうオチじゃないよね。大丈夫だよね。よし、オッケー。あれ、ちょっと登れない、登れない、無理か。あまりここに長いしたくない。ここ入れ、入れ、入れ、入れ。で、急いでフットフリック。来てた、来てた、危ね、危ね。おお、飛びかかってきてたね。めっちゃ走って、あれ、ちょっと待って、なんかめっちゃピヨ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 してない？何、あれ、伝説のリッパーとかそういうオチ？多分俺たちは動かない。うん、無理。ここら辺でアイテム拾いそうなのない。あ、ちょっと待って、なんかすごい。カテカしてる。
ああ、さあもうあと一発しかないよ。助かるのかな果たして。あ、ちょっと待って、なんかすっごいさ、今なんか敵がさ、テカ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 光ってなかった？え、なに、全身ハゲ、全身ハゲーの。こっから覗いたとって何も。あ、ちょっと待って、これ次どこ進むんだったっけ。やばいやばい、ジャネットへ、ジャクソンかな。こっち行ったとって、あ、すげえなんかいろいろ光ってんな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もしもし、なに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 、え、は、レアキャラなのか彼は。でこっち進んで、すげえレアキャラだよね。あれ、ちょっと待って、これどこ進んでたのか分かんなくなった。やばいやばい、これ4時間クリアが一瞬でパーになる。ガチャコン。あ、ここ入ってこれんのかよ。ちょっと待って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 、入ってくるね。いた、やばいやばい、入ってこれた。え、そんなの聞いてない。ちょっと待って、え、どこ、やっぱり登れない、やっぱ登れない。あれ、 F ボタンが出てこないぞ、 F ボタンが出てこないぞ。ちょっと待って、あの脇開きすぎ、脇に興奮する系男子はいるけど僕は別にそんなことはしない。あれ、ちょっと待って、あのロリッコどこ行ったのよ。あ、いやいや、どこ行ったかは分かったけど、どう行くんだったっけ。あれ、ちょっと本当に忘れたな。これ以上進むところは、ん、ヒントを求む。もうこれを投稿する頃にはあのヒントもらったところで意味がないんだけどさあれ、やばいやばいやばいよやばいよ、行ってみる。こっちは出てこな、やっぱ無理だよね。あれ、ピーンってなるんじゃなかったっけ。こう、ちょっと待って、これこのまま進んでってさ、またやつとか遭遇したら嫌なんだけど。こっちは進めないよね。そりゃそうだな、そりゃそうだな、そりゃそうだな、無理だな。あれ、本当にどこ行って、あ、あはーん、そういうことだったのか。あの、これも金属妖怪液で壊すもんだと思ってたけど、そうじゃなかったんだね。閉めとかないとまたやつが入ってくる。そういうこっちか。そうだ、すっかり忘れてた今。で、これどんどん登っていって、こっちはいけないですね、無理ですね。はい、でこっちくるくるくる、なんかすげえ寄ってきた。あの前回パートでもやったけど、これちょっとセーブポイントがなかったから今連続撮りでたまたま撮ってるんですよ。上行ったとって仕方ないわ。とりあえずカチャコン、あ、ここは開くんだ。お邪魔します。さあどうなる。あ、いたわ。あ、ここに繋がってんのね。振り向けばやつがいる。これ見て、どうして、下からいいよ、見てあげるよ。思い出さなきゃダメ。さあめくってごらん。そうすれば家族になれる。でもな、この子な、この子口閉じてたら普通にね、ちょっと 目つきやばいけどさ、口開くとなんかすげえ汚そうなんだよな。ガン見、仕方ないですね。でこんなテープでも再生できるんだもんね。世の中ほんと何が起こるか分かんない。さあピー、オクトーブ2014年5月。あ、3年前か。なるほどね、なるほどね。2017年のテーマになってるからね。そうなんだな。バイオセブンってもっと前にやった話かなと思ったら、意外と2017年だから、まだ5年前なんだよね、実際の発売ね。でもそう考えたら、実はもう社会人になってたから、社会人でこれをやったって考えたら、それはね、バイオ4とか5に比べたら、全然あれだよね、プレイ時間が短いわなっていう話だもんね。だが、自業自得だ。そう、あなたのミスで、あなたは今から死ぬことになるだす。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか。ああ、プログラムされてる。ちょっと休憩。こんなことになるなんて。毎日皆さん大変だよね。副活にも入ってさ、本当に組織サンプルが入ってる。毎日忙しいし大変だけどさ、まあ、こうやってちょっとずつちょっとずつ夏も明けていって、どこにいる、夏が過ぎ、やだな、なんだかんだでさ、やっぱりこう潜在意識でさ、小学校とか中学校とか高校の時にさ、皆さん夏休みを過ごしたからさ、こうなんか夏休みが終わったらなんかね、ちょっとわびしい思いというかさ、寂しい気持ちになるけど、なんか大人になってもさ、その大人ってお盆休みのせいで長くても5日とかその程度の休みしかないんだけどさ、近いわね。それでもやっぱりなんか夏が過ぎたらちょっと悲しい気持ちになるよね。
わかる人グッドボタンよろしく。あからさまにこびていくスタイル。ここで拾えるアイテム拾っといてます。あのさっきからすごいな、腕時計が出てくるのがチカ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 するのがすっげえ鬱陶しいな。ヘーブ、あーもういいって言って言って歩いて歩いて歩いて走って走って走って、分かってんだって、最初に出てくるポジションのところのやつはね、あの開くことができないんだからさ。あ、こっちじゃねえな。上ごめんなさい、めっちゃくるくる回ってて気持ち悪くなってきた。お邪魔します。無理だね。でここくぐって、でここにいると思ったら残念でしたってね。リセットしなきゃでさ、そのリセットしてエブリの位置を読み取るようことができるんだっていう、そのなんか不思議ちゃんは何なんだろうね。このままじゃやつの不細工な友達、この不細工な友達って言った時点で取り返しがつかなくなる前に早くエブリを見つけろ。犯されてもいいんじゃねとかって思うけどね。犯されるって意味深に言ってるけど、違う、そうじゃない。でこれ言ったとって敵は特に出てくるわけでもなくだよね。まだ出てこないよね確かね。あれいつ出てくるんだったっけ。ここは開かない。じゃあ登ります。 OK、トンツで敵ちゃんはどっか。来てた。あ、ちょっと待って、向こう、やばい、逃げる。くるくる。危ない。くるっと折り返る。で、やつをぶちのめしとく。結局、弾が余るんだよね。余るから、ペン一体一体潰しておく。待って、強くない？全然ひるまない。そうなんだよな。こいつらひるまないんだよな。一体倒すのに、めちゃめちゃ弾丸を使わなきゃいけないってね。で、どこ進んでいったらいいんだろうな。まだあそこ金属溶解器ぶっ潰すことはできないし、ああそうかそうかそうか。あ、ちょ、何してんの。降りてきなさい、降りてきなさい、 S にね、降りてきなさい、早くくるんだす。ここ何階だっけ。2階だね。 OK、 じゃあ、今はそれどこではない。今はそれ、あれ、なんでおー、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない。お上手、あぶり、反応がない。危ない。ちょっと待って、意外と弾食ったな。これいける？いざとなったらアスリート。おお、くるくる。防御をいかに使えるかっていうのが大事だからね、タイのね、お前に。左腕ねえだろうが。あ、生えてる。あれ？さっき取れてなかったっけ？オッケー。ちょっと待って、待って、一発しかない。装填が一発しかない。これ弾拾える？拾えたね。オッケー、進んでこう。ここでブレードタイプか。きついな。これ弾なくなるんじゃねえか。やばいよね。やばい。危ねえ。汚ねえやつが。砕け散れ。オッケー。あ、ここで来た。ミア、つまり爆弾魔。オッケー。ここは、あった。なんかあった。あ、上から生えてきてるざんすね。あいつ始末しとこう。おい。で、やつが降りてくるから、振り返ればやつが。あいってや、まだ向かっちゃった。近い。臭い。液体。新しいやられ方。ヘドを吐き出して終わりましたね。よし、この、ここの先、あれだね、進んでいったら、どういうタイミングで終わりだすになるだすかわからないですから、まあ、いい区切りのところがあればね。だって、もうこの15分過ぎたもんね、いつの間にか気づけばね。ピピ、何？あら、多分この扉の向こうにいるわ。でも、鍵が開かないの。そんなこといちいち言わなくすんの、鍵を溶かすのはどうだって、そんなの。あ、意外とじゃあ、賢いんだね。賢くて、ミアは、
アンポンタンなんだね。アンポンタンって言い方も変だな。よし、3つ。チュチュチュ。金属溶解液とかってさ、人にぶつけたらどうなるんだろうな。まあ、とりあえず、回復薬も、ああ、でも意外と回復薬あれなんだな。よし、で、ここに、今から、ハイル出す。溶かします。お邪魔します。あれ？ねえ、怒ってる？ママ。違うの、ハイブリ。怒ってないわよ。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？あれでも親子として潜入してるわけだよね。エブリンはそれを吸い込んでるから、今更ママになってっていう話をしてるんだって。ちょっと待って、事前情報がどう錯綜しててよくわからなくなってるぞ。じゃあここから戻っていきましょう。でも逃げられた。あの子の友達が増えて、まあ、アランがゲロってお亡くなりになるところまでくらいかな気がするけど。大丈夫なの？今お前は進めない。エブリンに集中しろ。いいか、みんな喋っているときドアを開けることはできないんだ。これ人類みんな共通だぜ。で進んでいこうと思うんだけど、これでね、下から出てくるぞ。ニョキ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 。カビルンルンってさ、その下から入る出すかね。まあ、とりあえずもう2体ともめんどくさいんで爆破するけど。いや意外と来るのか。はい、あ、ちょっと待って、設置設置設置。オッケー。あ、待って、邪魔。え、ちょ進めない。行く。で、帰り道は出てこないのかな。とりあえず、まあ、来られてもめんどくさいから閉めとくけど、すげえシュ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 言ってんな。そしてここ金属溶解器で開ける出す。シュー、溶けます。ああ、で使った分はちゃんと補充ができるっていう親切設計でございますね。で、ハーブ玉、あ、いいね。よし、じゃあ戻りましょう。ちょっと得意ないね。で、エブリンがエレベーター使って戻ろうとしているので、あ、ちょっと待って、こいついるからスイッチ。おお、一撃必殺ではない。あ、一撃必殺、まあ二撃だけどね。戻ってきて、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、一撃、は？お？え？一撃必殺ですか？言葉に